皆さんこんばんは。ラテリエ・ドゥ・ブルベの川田若葉です。お菓子教室とそれから自宅教室の開業運営のサポートをさせていただいております。はい、それでは21時を回りましたので、恒例のインスタライブを始めていきたいと思います。今日のお題なんですけれども、今日はお菓子教室だけじゃなくね、お教室業の成功に欠かせないのは〇〇力ですっていうね、そういうお題でお話しさせていただきたいと思います。はい、お教室業だけじゃないと思うんですけどね、実はね、これ割とね、どんな、ビジネスをやっていても実は共通するかなということなんでね、いろんな方によく聞いていただけると嬉しいなと思っている内容です。で、お教室業の成功に必要なのは何々力、このね、〇〇、これ何だと思いますかっていうことなんですよね、うん、で、このね、今日お題を考えた理由っていうのは、今ね、私お教室の開業の運営サポートをさせていただいてありますけれども、これからお教室をやるっていう方がね、何人かいて、その方々の、コースとかをね、作り上げるっていう、そういったお仕事をね、お手伝いをさせていただいていると。で、そういう方にとってね、すごく大事なことなので、伝えておきたいことなんですね。で、じゃあね、先にね、ちょっと答えを言っちゃうんですけれども、お教室業の成功に欠かせないのは継続力なんですよ。継続力、言ってしまうと結構つまんない感じなんですけれども、継続力って言ってるのは別にね、ずっと教室を頑張ってやろうっていう、そういう意味ではないんですね。今特に集客に特化した感じで言っていくんですけれども、皆さんね、成長曲線っていうのを聞いたことある方いらっしゃいますかね。成長曲線っていうのがあって、こう図があるんでお見せしようと思います。このね、成長曲線って何かっていうと、こういう図があるんです。よく出てくるから見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、縦が成功の度合いですね。で、この横軸が時間っていうことになります。そうすると、こうやって時間が経つにつれ、この緑の線っていうのはね、こう成功率がこう上がってくるイメージです。時間をかけて頑張れば頑張るほどうまくいくんじゃないかっていうふうに、やっぱり普通人間期待するわけですよ。なので、この緑のイメージでじわじわとこうやってね、まっすぐな線でこう成功へ向かって上り詰めていく、ね、そういうふうに頭では期待している方がほとんどだと思います。ですけれども、大概ですね、成功っていうのはね、この青い曲線のような形で訪れるとされてるんですね。つまり、時間がね、こう経ってあんまりね、なんていうのかな、結果が出ない時期があって、じわ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 とちょっとずつは上がってくるけど、なんか芳しくないなーっていうところがあるんです。で、あるところでガッと上がるんですよね。だからこの図で見ていただくと、この間にこのギャップって書いてある、ちょっとねオレンジっぽい薄い丸がありますよね。この時期ギャップがあるんですよ。自分はこれだけの時間をかけて頑張ってきているのにもかかわらずですよ、なんか思うように成功してないなっていう、その時期がそこそこ長いんですよ。この表で言うと、このオレンジの矢印の部分ですね、時間がずっと経っていてます。でも、この成功率、この現実の青い線っていうのはじわ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 上がってくる、ね、でも緑の線が自分の頭の中だから、いや、もっと行くはずだろうと、ね、なんで行かないのだって言って、このギャップがある、このギャップに耐えられるかどうかっていうところなんですね、だからここで心折れてしまう方が非常に多いということになります。これはちょっとね、ダイエットとかとも似てますよね、毎日毎日これだけ食べるのを我慢して運動もしているのに、思いのほか痩せないじゃないか、結果出ないじゃないかって言って、ね、で、そうこうするうちに、もうバカバカしい、やってらんないわって言って放棄しちゃう。そうすると、このね、青い線でじわじわと結果が出てきて、あと、もしかしてですよ、1週間やっていればかって、ね、成功に向かってこう
上がっていったかもしれないけど、その前でやめてしまう、うん、そういうことなんですよ。だからすごいね、もったいないってことになります。じゃあこのね、ギャップのある、それでね、耐えなきゃいけない、このじわじわとしてる時期、ここで何が大事かっていうと継続力なんですね。心折れないで淡々と続けるっていうことになります。でこれがね、すごい大事だっていうのが私分かってるから、私自身も、自分でね、継続力を身につけようと思っている、それで自分にね、そういう訓練をしているわけです。まあ例えばしょうもないことですけれどもね、毎日とにかく神社に行くとかっていうの、前もねお話ししてるんですけれども、ただただもう天気はね、雨であれ、まあ雪であれ、まあ神社に行く、まあそこまで遠くないんで逆に継続できるなと思ってるんですけどね、うん、淡々と行くっていう習慣を身につけると、でもう何も考えないでもできる、まあ今日は雨だから嫌だなとか、そういうこと何にも考えないで、もう自動的に起きるとパッて行くみたいなね、そういうやつですね、はい。あとはまあ週に1回、まあ筋トレやるとか、これもねめちゃめちゃきついんですけれども、まあなんとなくもう1回申し込んじゃったりするとその流れで続くから、まあ挫折しないで続けられていると、まあそうですね、2年ぐらい続けてるかな、はい。これって週1ベースですね、はい。で今だったらこのインスタライブもそうですね、どうしてもできない日もありますけれども、まあできる限りは続けるみたいな、こういうことを体に、一回叩き込んじゃって、あんまりね心折れるとかじゃなくて、ただただもう淡々と進めるという癖を つけるといいと思います。でこれをね、なんで特にこれから開業したいっていう方にね、強調したいかっていうと、例えばファンがいなかったりしてこれからだっていう人は、例えばインスタのフォロワーだって思う数いないとね。だけれども一生懸命一生懸命 LP を書いたとね、コースを作ってご案内のページを作った、それの時にこんなに頑張ったんだからきっと生徒さんが来てくれるだろうと思ったら来なかったっていう時にすごく落ちちゃう人がいるわけですよね。だけれどもちょっと待ってくださいよと、いつからやってましたかって話なんですよ。結果が自分が思うペースで来るとは限らない、なので諦めるのが早いっていうことがすごく多いんですね。ただこういう曲線なんだって知るだけでもよくないですか。今自分が思うように結果が出てない時に、いやちょっと待てよとこれはまだこの成功曲線の中でいうこのたるんでる部分の部分だなとね、分かっていれば気持ちも落ち着くかもしれない。これを知らないと焦っちゃうわけですよ。緑の線で行くはずなのに行ってないってことにゾワゾワしちゃう。でそのうちね、投げやりになってやめちゃうみたいな、そういう話です。というわけでこのね、成功曲線をする知るとこういうことになります、はい。例えばこれは今SNS の発信とお申し込みの、ね、数とかそういうのに例えて言うならですよ、発信したからといって すぐに反応があるとは限らないということを知る、これ大事ですよね。うっかりなんか今までねやってなかったの、突然発信始めたらすぐね結果を求めちゃったりなんかしてっていうことなんだ。その裏では実は何の反応もしてないけれども見てくれてる人がいるってことは結構あります。だからあなたの発信を見ている人は明日に申し込んでくれるわけじゃなくて、1年後あるいは2年後に目の前に現れるかもしれないんですよ、うん。私もね結構ありますよ。コースとか始めた時にお申し込みがあった時に、どこで私を知ってくださいましたって聞くと、2年前ぐらいにブログを読みましたとかね、そういうパターン結構あるんですよ。だから自分が思ってるペースじゃないんですよ。読んでる人ってふんいいかもってちょろっと思ったからって必ずしもそこでコメントくれるとは限らないし、ただその人の頭の中には印象として残ってるかもしれないんですよね。でもし継続してずっと発信をしていれば、そのうちのもう1年ぐらい経った時にちょうどいいタイミングに今だって思ってその人がお申し込みしてくれるかもしれないわけですよね、うん。だから腐らずに続けるっていうことが大事、はい。というこの
ね、成功曲線のこのカーブの度合いを分かっていることが大事っていうことです。皆さんもね、そういう経験ありますかね。ちょっと思った、ね、結果が得られなくてちょっと心折れちゃいそうだったみたいなね、そういうことって結構あるんじゃないですかね、はい、こういったね、ことを知るだけでもいいと。でじゃあね、この成功曲線こうウィーンってだんだんこうキュッて上がっていくのなんですけど、この長さ自体を縮めるっていうことは実はできます。はい、努力でできる部分はあります。この成功曲線すっごい長く時間かかってじーっとしてやっと上がるとかっていうと、その耐えなきゃいけない時間が相当に長いじゃないですか。そうするとさすがに心折れちゃうとか、さすがにやめちゃうとかね、体がきつくなっちゃうとか、そういう可能性もありますよね。だからなるべくはこれ短縮してあげたい。じゃあどうすればいいかって言ったら、そもそもこれが今集客の話に例えて言ってますからね。その場合だったらとにかくね、1年週1ベースで発信しているの1年なのか、毎日発信しているの1年なのかだともう量が違うじゃないですか。っていうことは当然発信の頻度を上げていく、その方が成功への、まあ、曲線は早く訪れるっていうことになりますよね。特にだからこれから駆け出しの方ね、まだ知名度がないとかファンの人が少ないってなったら、それはねどうしたって頻度を上げていくっていうほかないと思います、うん、でこの頻度を上げていくだけではなく、まあ可能な限りですよ、同じ時間って決めたら同じ時間で発信するっていうのも大事です、うん、まあ例えば私だったらなるべく9時に発信するようにして、まあ覚えてもらうってことですよね。なんか9時ぐらいになるとあの人がなんか話してるなっていう状況、その方が絶対に効率いいです。神出鬼没でいつ巡り合うかわからないっていうよりは、いつも一定の時間の方が当然効率よくなるってことになりますよね。まあ難しいけれども、できる範囲でなるべく毎日じゃなくてもですね、自分で決めて、まあ、曜日と時間を決めて、まあ、番組のようにやって覚えてもらう、これはすごく効率がいいです。あとはその同じこうわっという曲線でもプロのアドバイスを得て効率よく動く、これももちろんいいですよね、うん、知らないで手探りでやっているとこのねじりじり上がってくるまでが時間がすごい長いはずですよね。この成功曲線の横がビヨーンって長いのと比較的短い時間にヒュッて上げられるかどうか、ここはやっぱりできることならばプロの意見なり、まあ別にあれですよ、コンサルに就くっていうのももちろん一つの手だけ、自分で本読むとかいろいろ調べるとかそういうことも大事なわけですよね。ね、もちゃこさんはね、いつもありがとうございます、解禁なかなかできなくってと言っていただいてます、ありがとうございます。はい、そうですね、でもある程度9時だと私やってるってことをこうやってね覚えてくださっている方もいるかもしれませんよね。うん、それは私が目指すところなんで、なるべくもう9時の女ってことで覚えてもらいたいっていうことなんですよね、うんうん、だから私自身もこのね成功曲線もう一回出しちゃう、これすごくね、頭の中でね皆さんもねこう持ってるといいと思います。どうしても、このね自分がこういう風に伸びてほしいけども、実際はじりじりじりグワンって上がる、このグワンって上がるところまでが待ちきれてないっていう人が多い、ここを覚えておきましょう。そしてこのギャップがあるうちは辛い、でこの辛い時はどうするかっていうと淡々と継続するそういうことなんですよね。はい、なんかねどうでもいいことなんですけど、私ちょっと今日神社にいつもそれで朝行く時に寝ぼけてて、ベッドからガバって起きた時に足の小指をベッドの足のところにガッて引っ掛けて、でそのまま倒れたんですけれども、で今ね見たらだんだん生えてきてこう赤黒くなってるんですけど、これは骨折したんでしょうかねどうでもいいんだけど、なんか小指とか骨折したことある人がいたらぜひ教えてほしいんだけど、こうやって普通にしていられるってことは骨折じゃないのかなっていうね、非常に痛いとはいえ普通にしていられるっていうことでね、すごく気になるんですけどね。でこれで今日これが骨折だと分かったら
明日からちょっと神社に朝行くのはちょっとこの記録がずっと今年1月1日から言ってたんですけど、この記録がついえてしまいそうです。もちゃこさん、痛みはって、痛いですよ。痛いけど普通にしてると耐えられる程度なんですよ。耐えられるから骨折ってほどじゃないのかななんて思って。なおこさんはしたことがあります。あ、骨折したことありますか？小指、それっていても立ってもいられないぐらい痛いのかな、どうなんでしょうね明日はそうですね、だから朝一に神社行くんじゃなくてちょっと待って病院に行くのが先かなとかちょうど今考えていたところだったんですけどね。はい、またどうでもいいことだけどご報告させていただきます痛い、だんだん痛くなってきたかも、うん、でちょっとね赤黒くなってる。はい、というわけでね、私が続けていること、あ、そうそう、だから筋トレも休まなきゃならないかもしれないですよね。あ、だから私の続けてきた神社&筋トレがこの小指骨折事件でストップしちゃうかもね。もちゃこさん、日々の可能性も整形外科にいらしてください。多分剥離骨折かもって、あ、なおこさん剥離骨折かもだって、あね、ひびや剥離骨折の可能性ありますよね。こういう時は危険ですよね。これで骨折と分かるとなんか堂々と休める口実ができるじゃないですか。でその時に、まあ、仕方なくお休みするんだけれども、その後しばらく休んでると復帰する時にちょっと嫌になっちゃったりするよね。はい、なおこさんは足の薬指でしただって、うんね、だからここで言うことも大事なんですよ。継続が大事って話ずっとしてるんだけど、継続を、成功させるための一つの、まあ、コツっていうのは人に話しちゃうってことですよね。私これやってます、これやってますみたいな。で今私、ね、3つの継続やってます、ね、神社、筋トレ、そしてインスタライブそうするとですよ、これが今この足骨折してるっていうことも言っちゃったから皆さんがそれを知ってるわけじゃない。そうするともう治りましたかとか聞かれて、じゃあもう治ったなら神社も行ってますよねとかって聞いてくれたりするわけですよね。だから、サボれなくなるみたいな、そういうこと、人を巻き込むのいいですよね。でちゃんとね、巻き込むだけじゃなくて自分で口にするとですね、自分の耳がちゃんと聞くんですよ。で自分の耳が聞いたことって頭になんかこう一回こうしっかり書き込まれるっていうところがありますよね、うん、だから、まあ、そういった意味でもいいかもということでね、私なんかちょっと骨折を理由に今までのいろんな習慣が終わりそうだから先にねここで言わせていただきました。はい、全然関係ないところにね話がいっちゃいましたけれども、すごく大事な成功曲線の話なんで、ぜひ皆さんも頭に入れていただけるといいかなって思ってます。はい、というわけでインスタライブの方ね、やめる口実はちょっとね、あ、足が骨折したからってやめるほどでもないのでまだ続くと思います。ちなみにいつまでやるんですかっていうふうに聞かれてて、何人かの方から DM いただきました。で、そうですね、前も言ったかもしれないんですけれども、毎日っていう形をずっと続けるかというとそうではないかもしれないです、私の目標としては何にもこう気負いなく喋れるようになるところまで、ある程度体にそれが身につくまでっていうふうに考えてたんですけども、それ、ね、筋トレの先生にあとねダイエットの時も言われましたけど、もう3ヶ月は絶対続けないと身につかないよって言われたことがあるんです。そういうの言われたことありませんか、うん、だから3ヶ月は絶対だから、まあ60日は続けようかなって思って、でその後自分がこのペースじゃなくてももう気負わず続けられる一生、まあ、例えば決めた曜日ね、月水金とかね決めてそれにできるっていう自信がついたら毎日でなくてもいいかなっていうのはあります。っていうのはね、他の仕事とかが夜入ってたりとか、当然今これからね対面増えてきて夜クラスもやろうと思ってたりするんで事実上無理だったりっていうそういうこともあると思うんで、まあそうなってきたら可能な曜日と時間に変えて、でも続けることは続けると思いますね。このね、成功曲線こうやってじわじわいってこう上がるの待たずにここでやめちゃうともう一回ゼロスタートですからね。
ここで一旦止まったら、ここからしばらく止まってまた、途中から継続すればいいって言ったってね、ここじゃなくて戻りますよ。まあこれダイエットも一緒じゃないね。だから継続は止めない方がいいってことになりますね。はい、はい、直子さん、1ヶ月ぐらいヒールやパンプスは NG でテーピングを巻いてました。だって、うん、確かにそうですよね。ヒールパンプス無理でしょうね。はい、うん、じゃあ明日行ってきますんで、うん、こう動きたいということで。はい、今日はねこんな感じで成功曲線のお話をさせていただきました。皆さんね、何かしらの参考になればと思ってます。それでは、今日はねこの辺にしたいと思います。ね、いろいろと情報をくださった愛菜子さんとね、あとね、うん、あ、そうそうそう、もちゃこさんもねありがとうございますということで、またよろしければ聞いてください。それでは今日はねおやすみなさいということで、これで失礼します。はい、それではおやすみなさい。